続いて今年4月から課題となる人や物の流れに関わる2024年問題です。トラックやバスなどのドライバーには1年あたりの時間外労働の上限を国が設定し、来月から規制が強化。これによって運送の担い手が不足するほか、配達の遅れや物が届かないなどの私たちの生活にも影響が出る懸念があります。県内の事業者は大きな社会変化への対応を模索しています。島田市の山岸運送は県内を中心に飲料など生活必需品の輸送を担っています。来月から運送業界を取り巻くのが、これまで見逃されてきたトラックなどの運転手たちの働き方改革です。時間外労働の規制強化でドライバーの休日が確保されるなど、労働環境の改善が図られる一方で、長距離輸送が制限されて今まで通りの素早い配達ができなくなる可能性があるのです。日本のこう血液だと物流業界は思ってて、でこの物流業界がもし回らなくなった時に、当たり前に遅れてた、まあ、生活っていうのが、まあ、当たり前にこう遅れなくなってしまう。ただ業界として最も心配するのは人材確保です。労働時間が減るってことは給料が減るっていう、まあ、そういうふうにこう捉えられている方もいて、どんどんやっぱドライバー人口っていうのはこう減っていて、でかつこの2024年問題っていう問題を機に、ドライバーっていう職種から離れているっていう声も聞いてますんで、まあ、より難しくなっていく中 で輸送量は増える、まあ、本当にこう業界として難しい局面に立たされているんじゃないかなと思ってます。一方で私たちの生活にこんな影響も。三島市のバス停広小路です。ダイヤ改正により来月からこのバス停が廃止されます。私たちの移動を支えてくれる路線バス、富士急シティバスでは来月から1割ほどバスの運行を減らすということです。さらにこちらの時刻表を見ていただくと分かるんですけれども、行き先が宅南東というところのバス停が行きがあるんですけれども、こちらの方も最終バスはですね、後ろ2本削らせていただいて、バスの運転手が翌日の仕事までの間に取る休息が今月まで8時間以上でしたが、来月から9時間以上に。そのため最終バスの運行を繰り上げて運転手の労働時間を短縮しました。なるべくこう利用者のがやっぱり不便にならないように、逆に利便性を良くするような努力もちょっとさせていただいてますので、時間とと本数を整えるとか、列車接続とかそういうところはちょっと今回見させていただいてますので、人や物の流れに関わる2024年問題は来月に迫ります。ドライバーや事業者だけでなく、私たちも変化に対応していかなければなりません。私たちの暮らしへの影響の一つに送料の値上げがあります。ヤマト運輸は 2%、 佐賀急便は 7%、 一部の送料を値上げします。またアマゾンは送料が無料となっている基準を2000円から3500円に引き上げます。私たちがサービスを利用できるのもドライバーの健康があってこそ。労働時間の規制による影響はありますが、適正な価格でサービスを受ける私たちの心構えも変わっていく必要がありそうです。